国会では岸田総理大臣の所信表明演説に対する代表質問が始まりました。立憲民主党の泉代表は経済対策の策定が遅すぎると批判しました。減税の言葉をもてあそび、何をしたいのか見えない総理。物価対策、経済対策がこんなにも遅れた総理。国民は失望の色を濃くしているのではないでしょうか。その上で泉代表は、岸田総理が所信表明演説で所得税の減税について直接的な言及をしなかったことをめぐり、岸田総理の姿勢を正しました。所信表明演説では所得税減税を入れなかった。なぜですか。結局、所得税減税は行うのか行わないのか、明確にお答えください。与党で正式な議論も開始されていない段階で、具体化の方向性について、所信表明演説で政府の考えとして述べることは控えなければならないと考えた次第ですが、所得税減税を含め、早急に検討を進めてまいります。一方、来年秋に健康保険証をマイナンバーカードに一本化する政府の方針について、岸田総理は、さらなる期間が必要と判断された場合には必要な対応を行うと述べ、一本化を延期することも排除しない考えを示しました。